皆さん、こんにちは。コーチングサービスのハレルを運営している中司祐也です。こんにちは。Web3 ハッカソンプラットフォーム、あきんどを開発している金城です。Web3FM は Web3 にまつわることについて分かりやすく伝えたり、ゆるく深掘りする番組です。本日は、鶏卵問題をどう解決するか、Web3 にも有効なネットワークエフェクトについてお話ししていきたいなと思います。はい。今日は、はい、ちょっと僕が最近読んでいる本で。 あの面白いネットワークエフェクトっていう本があったので、ちょっとその内容をです、ね、あの語っていければなと思います。個人的にもめちゃくちゃ興味ある分野ですし、うん、Web3 領域のプロジェクトのグロースだったり、うん、マーケティングにも非常に有効な仕組みかなと思うので、まあ、主に Web2 領域のプロダクトの、まあ、グロースの話ではあるんですけれども、まあ、ちょっとその本、 結構思ったほど良かった本で、話題,なんか話題になってる本かとは思うんですけれども、よかったので、まあちょっとその内容を、あのー、解説を含めて話していければなと思ってますね、今日は。はい、ありがとうございます。まあ、これちょっとまあ授業をこう始めてる方とか、まあこれは Web2、うん、Web3 Web 関係なく、なんかこう、でる話っていう感じですかね。うん、そうですね、まさに Cold Start Problem っていう、あの本なんていうんでしょうね、本の。 いあの海外で発売されたときはなんですけれども、ニワトリ卵問題言われてしまえば、やっぱり最初、ユーザーがいない状態で、どうこのニワトリ問題を解決して、コールドスタート問題を解決して、あの売り上げを立って,ていくか、ユーザーを増やしていくか、みたいな話なので、はい、ちょっといろいろ深掘りしていければなと思ってます。はい、わかりました。じゃちょっと本題の前に、ちょっと最新の Web3 のニュースとかも聞かせていただければなと思いますが、うん、どうですかそ<う> 最近だとちょっとここ最近なんかいろんなところで話す機会ありがたいことに増えていて本当に和組のイベントだったり F ベンチャーズさんの登竜門だったりまた来週もなんか NFT サミットだったりとかあと何だっけな,なんかいろいろとそうイベントが立て続いてるんですけどなんかそこら辺でちょっといろいろ面白いトピックがあったりする、ねまあ、ニュースっていうものではないんですけれども、うん、なんか最近あのー NOX っていうあのプロダクトを作っている、まあ、匿名の偽名経済のプロダクトを作っているキヨさんとちょっと話していたところで、この,の VC ですね、バリフェブルあのク l デンシャルバリフェブルク a デンシャルっていうのと SBT についてど, <laughs> どう思いますかみたいなようなちょっと、あのー、質問をされて、なかなか、なんていうんでしょう、的確な、もういきなりその質問をされて、的確な回答ができ,たできなかったので、なんかそのベースっていう あのなんていうんでしょう、DID 系のプロダクトを作っているあの源さんとかともディスカッションをしていたところだったんですけれども、なんかまあ,あれですね、言ってしまえばオフ,オフチェーンだけど、まあ、自分で情報の出し分け、まあ、自分が属性証明みたいな,ようなものですね、VC バ、バリフェイブル、バリフェイブルクレデンシャル、VC っていうんですけれども、まあ、自分があのどういうふうな実績があるのかとか、どういうふうな例えばイベントに参加した証明があるのかとか、どういう学歴証明があるのか、免許を持ってるのかっていう、そういった。 証明書っていうのをオフチェーンでま管理できるものがありまして、で、それはどの情報をどう出し分けするのかっていうのは自分でコントロールできるようなものと、あとはソールバウンドトークンですね、オンチェーンで、これはオンチェーンであの自分のま,あまさにその実績証明みたいなものなんですけれども、必ずもう見られてしまう、自分のホレットアドレスというか、それを見られれば、どんな実績証明を持ってるか必ず見られてしまう SBT っていうのがあって、なんかその VC と SBT、なんかどう今後連携していく。 連携というか、なんかどう、うんうん、なんでしょうね、立ち位置としてはどうなっていくのかな、みたいなところは結構面白い問いだなというところで。待ってその別の源さんと話していたところでいくと、この VC の情報っていうのを まあ、一つ集約して、それが SBT としてあの生成されるっていくのではないかな、みたいな話とかが結構、なるほどな、というところが面白くてですね。まあ、例えば、そのオフチェーンである、そういう証明書っていったところを、例えばもうそれこそ、なんていうんでしょう、ゼロ知識証明とかを使って、その内容を明かさずに、例えば、大学は必ず証明していますよっていう、そのなんていうんでしょう、具体的な内容っていうよりかは、その、一定基準の、 何て言うんでしょう、証明は持ってるかどうかみたいなようなところを、なんかソウルバウンドトークンとかで証明していくみたいなような形とか、ありえるんじゃないかなみたいなところのディスカッションをしていて、ちょっと面白かったところですね。具体的な内容は明かさずに、何て言うんでしょう、なんかどこであのいつ免許を取ったのかっていう、免許証の中身は見せずに免許は持っているっていうようなその証明はできるとか、えーうん、どの大学は。 いつ卒業したかとか明かさずとも、うんあのー、例えばなんかそういう A クラスの大学を卒業しているっていうところが証明されたりとか、なんかちょっとそういう具体的なものは出さずとも、うん、なんて一定の証明はできる仕組みっていうのはありえるんじゃないのかなみたいな話とかは、ずっとし最近していたところでしたね。はい、ちょっとまあインプットが面白かったので、シェアしてみました。これってもう、なんか卒業してる人とかも、なんかも持てるものなんですか <laughs> そうですね、まだもうこれからですね、すあどうなんだろうなか、過去に卒業した人とかも、大学とか発行元がまあそういったものをやれば、あの発行すれば全然持てる世界線はあるとは思うんですけれども、それこそ、ジョイさん、ジョイさんとかが千葉,千葉工業大学だったっけな、まあ、どっかしらの千葉の大学の,あの今、関わっていて、まあ、その千葉の大学の卒業生には、 そういう SBT で卒業証明書を発行するみたいなような取り組みとかは一部やってるみたいですけれどもね。この,あの VC っていう v リフェブルク l デンシャルっていう領域で SBT がなんかニバってるようなところなのでなんかどんな分類になるのかといったところは海外の人とかは結構課題、んだろう課題感としてはあるみたいですね。うーん、うん、うん。はい。ニュースというかはちょっと最近の面白いトピック。はい あとは、そうですね。まあ、そんな,なんか大きなニュースはないんですけど、例えば、なんですかね、最近だったら、あの、イースインディアがやってまして、あの、イースインディアですね、イースインディアがやってまして、で、そこで結構なんか日本人の,あのデベロッパーがあそこの現地参加して、なんか結構プライズをいろいろ得たみたいなようなところとかもあって、っ結構本当に日本人のデベロッパーが、このハッカソンですね、ハッカソンに参加して、しっかり、うん、あの評価される。 っていうような実績が本当にポンポン出てきているなっていうところを、まあ、象徴するような、なんかイーサリアムファンデーションからのトッププライズをなんか得たみたいなようなところだったりとかして、うんうん、そうですね、なんかこのハッカソンに対するなんか流れみたいなのがなんかどんどん事例として生まれてきていて、うんうん、あとは国内でもその名古屋大学だったり、東京大学だったりとかで、なんかあのハッカソンとかもやられていたりとかしてですね、うん、んもっともっとこの 領域発火村に参加するような人たちだったり主催するような人たちどんどん盛り上がってきて、うん、面白いなってのがありますね。僕も今、うん、あのまたあのま、ー、だ僕一人で結構なんていうんでしょうね海外のプロジェクトとコミュニケーションしたんですけどちょっとここ最近もう英語がネイティブのあのーうん、メンバーも今一緒にゴリゴリビズデブしているようなところで結構いろいろな話発火村のあのー、企画の 話が進められてるので、なんかいろんな話もそろそろはいできるかなと思いますね。じゃあ次はグローバルのアッカソンが開催されるっていう感じですか一旦アジアですね。ちょっと今日の話にもつながってくるんですけれども、うん、ちょっともう少し日本、うんで、やっぱ日本のマーケットをすごい、あのー、意識しているようなプロジェクトが多くてですね、あのー、やっぱもっともっと日本に入り込んでいきたい。日本の担当者いないから日本をどう攻略していけばいいか分かんないみたいなプロジェクトが多くて。うん 日本,にた日本のデベロッパーにアクセスできるっていったところにすごい価値を感じているようなプロジェクトが思ったほど多いなっていう印象もあって、まあ全然日本でもう少し、あのー、実績作ってもいいのかなと思ったり、あとはまあそれこそ GK ハッカソンアジアみたいなところで、うん、まあ東アジアを対象にしたハッカソンとかも今進め企画進めてたりもしているので、んなんか徐々にですね、まさに今日の、あのー、ネットワークエフェクトの話にも入ってくるんですけれども、ちょっとまずはこういう隣接していくような。 ネットワークをしっかり開拓していくみたいなようなところが重要なのかなってのは思ってますね。うんうん、なるほど、なるほど。うんうん、ありがとうございます。すね、じゃあ本題に行きます、この流れで。そうですね、ちょっと行、うん、きましょうかね。うん、はい、うん。じゃあ今回のネットワークエフェクトでの、まあ、本にこう書いてる内容もお話聞きつつ、じゃあこう,うん、うん、いや、新長さんがやってる授業、 のことも含めて、じゃあ聞いていですそうですね。すねそれこそね、あの、中塚さんやってるハレルも、あれですもんね、うん、そういったコーチングをする人と、コーチングを受ける人のマッチングのサービス、展開されていると思うので、うんうん、まさにどっちもいないと、供給側、サプライサイド、デマンドサイドがいないと、成り立たないプラットフォームだと思うので、うんうん、なんかそういったところでもつながってくるのかなと思いますね。うんうん、で、基本的にはもう、 なんてんでしょうあのー、あらゆるサービス、Web3 プロジェクトにも含め、うんあのー、活かせるようなものだと思うので、話したいんですけど、うんうん、改めてニワトリ、卵問題をどう解決するのか、まあ、Web3 にも有効なネットワークエフェクトについてなんですけど、でも、まあ、知ってますよね、ネットワークエフェクト、まあ、ネットワーク効果、なんかど,どういったものかっていったところは、なんか中塚さん的な言葉でなんか定義すると、なんかどういったような。言葉ではい。ネット、あ、まあまあ。 あの、どう、難しいですね。<laughs> 僕の言葉で説明するとちょっと難しい、はい、ネット、ネットワーク効果。うん、ちょっと、説明しにくいんで。今、今 <laughs> ググってカンニングしちゃダメですグググ,って、まあ、もうググってますよ。で <laughs> も <laughs>、でも、でも別に簡単、簡単というか、まあ、あれですよ。だから人がいればいるほど価値があの高まるような状態。 っていうことですよねうん、うん、だから、機能とかデザインがいいとかではなく、やっぱりユーザーがいればいるほど、うん、そのサービスの価値が高まるようなものみたいなようなところで、うん、やっぱり有名なところで言うと、やっぱり一番なんか分かりやすいネットワーク効果が働いているプロダクトでもう本当に昔からあるところで言うと、やっぱり電話ですよね。やっぱりもう、なんていうの、うん、この電話が家にあってでな、どこにもつながってない電話があるとするじゃないですか。もう 全く意味をなさなさい商品,商品というかプロダクトじゃないですか。やっぱり電話っていうのはね、うんうん、世界中どこにでも誰にでもかけられるから、電話の価値があるわけで、つながっていることによって、やっぱり電話としてが電話をたらしめるものであるわけで、まあ、電話の価値はつながっている、その電話そのものに価値があるんじゃなくて、つながっていることに今価値があるよね、みたいなようなものですよねで。あとはやっぱり流通する資産。 をあの所有はしてないんですけれどもその資産とのつながりを、まあ、提供しているようなものがやっぱりネットワーク効果っていって。 ところで、まあ、やっぱりそれを生かしてる、うん、生かされているようなサービスってもう,もう周りにあるもの基本的にはネットワーク効果を生かしているようなサービスなわけで、うん、まあ分かりやすい例だと BB、まあ、だったり、まあ、Facebook、LinkedIn、Instagram、うん、あとは eBay とか、まあ、メルカリだったりとか、うんうん、Uber もそうですしあとは Dropbox だったりそれこそ Google ドライブだったりとか Slack とか、うん、まあこの Zoom もそうです今 Zoom で収録してますけども、うん、人では価値を あのー、100発揮しなないようなプロダクトやっぱり、うん、でこの z o o m 人で使うものじゃないじゃないですか当たり前ですけどこの話すことによって価値が提供価値,価値というかその価値が本領が発揮されるわけでやっぱりそういうプロダクトっていったところはやっぱり他のあのー、ネットワークこうネットワークされてないプロダクトに対して圧倒的に競合優位性があるよねっていったところ。 だったり、まあ、参入障壁になり得るよねっていうところだったりエンゲージメントが高めやすいよねユーザー獲得が効率化されるよねでかつ儲けられるよね、うん、っていうようなポイントが、まあ、このネットワークがあるネットワーク効果が含んでいるようなプロダクトにはまあ言えるところですよね、まあ、だからこそやっぱりいまだに Facebook だったり、まあ、YouTube だったり TikTok だったりあいたあいったプロダクトが、あのー、あんなに強いわけで、まあ、GAFA アップルのプロダクトはもうプロダクトが良すぎるのであまりネットワーク効果的なものではないんですけれども、うん、Facebook とか Google とか、うん、Amazon とかもそうなのかなマーケットプレイスとやっぱりもう何かしらちょっとネットワークの価値によってあれだけの参入障壁と、うん、あのー、なんて言うんでしょう利益,利益というか便利さが提供できてるっていうところかなと思いますねうんうん でも、でも、でも、そうですよ、ね。そうですよね。うんうん。でも、なんか、プロダクト、これ単体だけで圧倒的に使うみたいなようなものは、まあまあまあ、そうでもないかなっていうところとかになるのかな。うん、あとは、もうなんか大企業とかで一斉になんか導入しないと、あの機能しないやつとかは、もう本当に営業マンが売って一気に導入。うんうん、それこそ、なんていうんでしょう、スラックとかドロップボックスとか、この Zoom っていうのは、そのいきなり企業が導入する いうわけじゃなくて、も今、これ、こういう今、s a ス s の製品ってどうやってあの売り上げ立ててるかっていうと、まず無料で、こうやってあの社員とか、で社外の人たちと Zoom とかを使っていって、うん、そしたらもう社員の人たちがもうみんな Zoom を使うようになってると、で、ここでなんか課金するような形で林業を上げてると、その Slack も、例えば全社じゃなくてエンジニアのチームだけで使われていて、もうエンジニアの、社員のエンジニアの人たちが使ってきたから、もうじゃあこれ全社導入した方がいいんじゃねってなって、 で結局もう会社としてあの契約をして全社導入をするみたいなのはやっぱボトムアップであの企業に導入されていくっていうのがここ最近のサースのプロダクトのなんて言ううでしょうねあの展開のされ方だったりしているっていうところも一つなんかポイントになる今までって結構あのそういうネットワーク効果とか関係なくもう営業マンがもう社長に営業してじゃあ全社導入するみたいなするしないみたいな判断だったんですけど今は社員同士の ネットワークによってボトムアップで使われていって、うん、じゃあこれみんなで社員会社で契約した方が安いよねってなって契約していく。まあドロップボックス、Google ドライブとか、Zoom、うん、だったりとか、Notion、まあ、AirTable とか、うん、やっぱりそういった、あのやっぱり Figma とかもそうですよね。やっぱりコラボレーション機能っていうのを非常に充実させているわけで、まあ、それによってネットワーク国が生まれて、他のこういうマイクロソフトっていう圧倒的な競合がいるにもかかわらず、まあ しっかり売り上げというか成長を続けられている。まあ、Adobe とかマイクロソフトとか、そういう従来ながらの、あのー、競合がいたりもかかわらず、ああいった、あのー、プロダクト、こういった今、僕がもうちょっと話したようなプロダクトが成長できてきているのは、一、まあ、つネットワーク効果によるところっていうのがあるのかなというところですね。で、ちょっとこの本に書いてある内容をちょっと順に説明していきたいんですけれども、やっぱりこのなんかネットワーク効果みたいなようなところはですね、なんかこの 実際の生態系というか、自然にも、自然の世の中にも、なんていうんですか、見て取れるらしくて、なんかミーアキャットの法則みたいなのがあって、まあ、あれですよね、なんか猫みたいなような動物ですね、なんかそれの研究した人がいて、面白いですよ。やっぱり1匹、2匹だったら、もう天敵にも襲われるし、その食べ物もあの見つけられないですし、やっぱ弱いんですって、やっぱり数匹での、あのなんていうんでしょう、猫だと、やっぱすぐ死んでしまうというか。 なかなか生きながらえない、その金魚とかもそうですけれども、っていう感じなんですけど、でも30から50匹ほどの群れ、うん、まあ金魚とか魚とかもそうですよね、まあ、そういう自然の動物とか、群れで動物って基本移動すると思うんですけれども、やっぱりこの30匹から50匹ほどの群れで移動すると、圧倒的に生存確率が高まるみたいで、やっぱりより、うんあのー、食べ物にありつけるような機会も最大化されますし、強くなって天敵も寄ってこない。 っっていったところで一気に最初はなかなか群れができるまでは弱いんですけれどもひとたび群れができると一気に、あのー、なんていうう群れは大きくなってその軍団は強くなっていくですけれどもある程度大きくなりすぎるとその環境収容力みたいなところですね、まあ、例えばその周りにある餌を食べ尽くしちゃうだったりとか生きていくにあたってまたもう数が増えすぎちゃって十分に自分たちに食べ物が入ってこないような状態になってまた減少に応じていく。 みたいなような流れがあって、うん、結構やっぱりそれってテック業界の、その、なんていうんでしょう、成長の流れと非常に似ているみたいで、やっぱり最初は少ない個体から始まって群れに行って、で、群れが大きくなりすぎると減少傾向になっていく、みたいなような形になって、うんうん、まあ、テック業界においての飽和状態っていうのも、やっぱりユーザーが多すぎて、もうスパムばっかりがなんか流れてきたりとか、うん、あとは、うん、なんていうんでしょう、もう広告が出すぎて、もう全然、 ユーザビリティが悪くなったりとかで、まあ、マーケットプレイスで何か検索しても、なんかもうフェイク商品ばっかり出てきたりとか、やっぱりなんかそういうアルゴリズムがしっかりワークしてなくて、なんか使いづらくなって、飽和して使い物にならなくなるみたいなところも一つの崩壊の原因としてもあったりもするので、なんかやっぱそういったところがあの似ているんじゃないかなみたいな,ような話がありましたね。で、ちょっと、うん、まあその、 <laughs> なんてしょアリー効果の敷地みたいな感じで言うらしいんですけど、つまり,そのり伸びり始める敷地みたいな,ようなものがあるみたいで、やっぱりそこを超えない限りは、あらゆるそのサービスはなんてしうもワークしないというか、機能しないで。誰もいないメルカリに、出品者の誰もいないメルカリにアクセスしようとは思わないませんし、もう3回スクロールして動画がもうありませんっていうような TikTok にアクセスしませんし、音源検索してヒットしない YouTube。 に引こうと思わわないわけでやっぱりそこに対してタクシー呼んでも15分以上かかるようなウーバーを使おうともウーバーイーツとかも使おうと思わないわけで、うん、っていうのがあってでそこをですね、まあ、一番今回の話の肝になる、まあ、僕も今そこに対そのゴールドスタート問題っていうところに対して取り組んでいたりするわけなんですけどもハッカソンもハッカソンも主催する人がいないとビルダーが集まってきませんしビルダーがいないと ハッカソンを主催するっていう人たちもおりませんので、まあ、そのコールドスタート問題をどう解決していくか、みたいなようなところを今日のメインテーマとして話せればと思うんですけれども、どうですかね、なんか実際に、のかつかつさんも、あのー、なんていうんでしょう、そのコーチングのプラットフォーム、マッチングのサービスやってると思うんですけど、このコールドスタート問題、どうなんか解決してます、ぬかつかつさんでいうと。まあ、解決できてないっていうのが、まず、まあ、答えなのかもしれないなと思うんですけど、<笑><笑> はい、でもどういう戦略で考えてたんですか最初は、まあ、コーチング業界で言うと、もうあの、別にこう、新しいものではないっていうところがこうあって、うん、ここで何こかをこう、なんか新しいことを始めて、 いくみたいな開拓していくみたいなとこなかったので、まあ、とりあえずコーチ陣はいるっていう状況のもとコーチ陣がそんなに仕事が取れてないっていう話も聞きつつ、うん、じゃあこうどうそれを IT の力使って需要を作っていくかみたいなとこでなんかスタートはしたんですけど、うん、まちょっとそもそも需要がなかったとか。 体験してみないとわからない、うん、みたいな状況で、うん、なんか難しさを感じているっていう状況ですかね、うん。なるほどね、なるほどね。なるほどね。それこそまあ僕自身もやっぱりこのハッカソンやるにあたってどう主催者は集めようか、まあ、どうデベロッパーは集めようかみたいな,なところでまだまだ試行錯誤しているところだと思うんですけど、それこそ中,中塚さんも、ね、どうコーチ陣だったり、そ,のそれをコーチ陣にお金を払って 話をあの、なんだろう、したいって思ってくれる人だったりっていうところを集めていくかってところだと思うんですけど、うん、まあこれによるですね、まあ一つの回答としては、この本に書いてあった、ネットワークエフェクトに書いてあった回答としては、うん、シンプルにアトミックネットワークを作りましょうっていうような話をしていて、もうごくごくミッチな、うん、あのユースケースに対してフォーカスしましょうみたいなような話ですね。うん、もうなん、なんていうんでしょう、例えばですけれども、 例えばもう、ウーバーの場合だったら、もうこの例えばアメリカのカリフォルニア州で、まずはあのー、なんて言うんでしょう、しっかり廃車がワークするように、まずはカリフォルニア州に絞ってやろう、うん、サンフランシスコに絞ってやろう。 カロネシアに住まってやるじゃなくて、それでも広いんですよ。うん、カロネシはめちゃくちゃでかいじゃないですか。じゃなくてサンフランシスコに絞ってやろう。うん、これでもまだ広いと。もうこの駅のこの場所にいる人には必ずタクシーが行くようにしようっていう、もう本当にめちゃくちゃピンポイントの、あのー、ニーズのあるようなユーザーには必ず、あのー、満足してもらえるような状態を作ろうみたいなような、ある瞬間的なニーズを解決していくための,あの成功体験。 みたいなようなあのネットワークをまずは作っていくのが大事だみたいなような話をあの書いておりましてそれこそなんか分かりやすい例がこれすごいなと思ったんですけれどもあのクレジットカードってあるじゃないですかうん、うん、あれも一つのネットワーク効果が働いているなんて言うんでしょうあのプロダクトというかものだと思うんですけれどもうん、うん、やっぱり加盟店がネットクレジットカード持ってる場所がないとクレジットカード使わいませんし、うん、クレジットカード持ってる人たちが十分にいないと ね、あの自分たちのサービスの決済でクレジットカードを導入しないじゃないですか、もう今は圧倒的に広がってますけれども、うんうん、それをやっぱり最初にやったのが、1958年のタイミング、うん、今からだからもう50年前ぐらいですかね、5 60年ぐらいに、あのバンクオブ・アメリカがあのカリフォルニア州のフレズノっていう町で最初に、この,この本当にちっちゃい町、25万人の人口の町で最初、クレジットカードをワークさせた。 みたいでここの街の,のバンクオブアメリカの契約のあったあの6万人の人たちにクレジットカードばらまいたらしいんですよ、自分たちのカード。で、そのばらまいて、6万人にもきいきなりも郵送で送っちゃって、もうこの日からこの、その日からこの店舗で使えますよ、みたいなような感じでばらまいてで、それと同時に6万人の人たちが、このクレジットカードで後払いの、まあ、決済だと思うんですけれども、うん、こういうあの買い物できるような人たちが6万人もいますよ。この なんてんでしょうあのー、加盟に、加盟店として入りませんかみたいなところの営業をこのちっちゃい町のこの一部の店舗の中だけでやったらしいんですね。で、それで、あの、加盟店があ、じゃあ6万人もいるんだったらやってみようかとかあ、あの店舗もやってるんだったら僕らもやってみようか、みたいなような形で、まずはこの本当にちっちゃい町の6万人の人たちだけを対象に、クレジットカードがスタートしていった、みたいなような形の流れがあります。ありまして、まあ、なので、もう本当にまずは、 今はあのエリアでの区切りですけれども、エリアだけじゃなくて、本当にユースケース、どの瞬間のユースケースで、あのー、この、なんていうんでしょう、うん、最大のバリを提供できるか、みたいなところを、まずはその最小限のネットワーク、最小限でワークするような機能を作りましょう、みたいな,ような話をしてましたね。で、そこの最小限の,そのネットワークが成功したら、それをその隣接する隣の町を開拓していくとか、 もう隣のその年来例えば25歳のためのサービスだったら、今度は24歳と26歳をターゲットにやっていくだったりとか、例えば、スニーカーのマーケット、スニーカー、例えばツニーダンとかあると思いますけど、ストック X クとかスニーカーだったら、じゃあ次はシュプリームの,この洋服にやっていくだったりとか、でそのポケモンカードだったら次は遊戯王にやっていくだったりとか、なんかその本当にニッチなところのためのサービスとやって、でそれを徐々に徐々に広げていく。 みたいなようなのが重要みたいですね。それこそ、ズームはこの2人から使えますけれども、で、3人、4人って増やせるじゃないですか。だったり、あと、Airb で言うと、その街を攻略していくには、まずは300リスト、最低300リストがないと、やっぱり最小限のその機能価値が提供しないみたいで、まずは1つの街で300個の、あのー、うん、掲載して、あのー、なんだ、掲載の物件ですね、を提供する。あと、レビューが100個。 とみたいなあと、フェイスブックはやっぱりよく言われてるのが7人ですね。まずは7人とつながることによって、定着率がもう爆発的に上がるみたいな数字が証明されていて、うんうん、まずは7人つなげるとか、ツイッターもまずは10人フォローさせるだったりとか、あと、スラックは2000通のやり取りをしたら、もう93%が課金するらしくてとか、あと、ウーバーは3分以内に来たら、もうリピートして使ってくれるだったりとか、やっぱりその、なんていうんでしょう、価値を感じてくれるその、 なんてでしょうね。もう本当に仕組みをちっちゃいユースケースで作っていくみたいなのが重要って言って、うんうん、もなのでさっきのちょっと冒頭の話ですけど、だから僕もね、もうこの Web3 なのでグローバルでやっぱり最初からやっていこうみたいなところありましたけれども、うんうん、あまりやるとそのネットワークが薄くなったりとかして密度が全然なかったり、うんうん、浅く広いものからやるのは悪手だなっていうところがあって、本当に狭くうん、うん、密度の高い だろう、ポイントに絞って、しっかり再現性を出せる仕組みを作った後に隣接していく、マーケットにやっていくのが、あのーまあ、王道パターンだなっていうところの学びがすごいありましたね。うん、だからこそ、うん、ほとんどの人にとって、これって何笑みたいな、おもちゃじゃんみたいな、うん、つまり全く自分には関係ないものだと認識されるんですよね。だかから過小評価されやすかったり とかしていてい例えばね、10代の若者とかゲーマーとかニッチユーザーの間でそのアトミック,ワークネットワークが形成されていて大人からしたらなんかこんななんか子供それこそね、TikTok とかもなんか口パクアプリで子供がなんかダンスするものみたいな感じでみんななんかディスってましたけどもう今圧倒的な肝になっていたりもするわけで,で昔の Roblox ロロとかそういうフォートナイトとかもいろいろあったりもしましたけれどもそれこそ eBay もあれは そういう、なんてうんでしょうあの、マニア向けの商品とかから最初スタートして、うん、あんなグローバルなオークションサイトにもなってたりもするわけで、やっぱりね、よく言うじゃないですか、その、本当に偉大なプロダクトっていうのは最初はおもちゃのように見える、みたいなような、うん、あの名言も、クリス・ティクソンの名言ですかね、それはありますけれども、うん、やっぱりそういう集めネットワーク、大事だなっていうところなんですけど、そうです、その今の話聞いて、 中塚さんのプロダクトになんかどういかせそうですかいや、なんか僕は多分コーチ陣はなんかこう集める仕組みはなんかすぐ思いついて、うんうん、まあコーチングスクールとつながって、こう、うん、コーチングスクールからこう排出したメンバーを登録してもらうみたいなこう流れで、なんですけど、だからそこでもなんかネットワーク効果でいうと、こうただただコーチをなんかこう集めればいいっていう問題ではなくて、 なんかもうちょっとミニマムで、いや、本当に高いお客さんを捕まえて、やっていったほうがよかったなっていうのは、なんか、まあ今、なんかもう聞いてて思ったような感じですけどね、ただただなんかこう集めればいいみたいな問題ではなかったなっていうのは。ね、いやいや、本当にまさにでして、その本にもあったんですけど、やっぱり市場とか、セグメントとか、なんか人口統計、属性とか。で結構 大体もうなんか数百万、数万、数千人規模のなんか話になっちゃうじゃないですか、そのマーケットどこを狙うだったりとか、やっぱりそういう広いところではなくて、もう本当に新しいネットワークの立ち上げでやっぱり大事なのは、もう特定のニーズ、状況、タイミングに当てはまる、本当に一握りのごくごく少数の人たちに、まを絞って、で、その人たちが本当にリピートしてくれるのか、で、やっぱり再現性があるのか、みたいなようなところなので、もう本当にもしかしたら、ね、 あの10代のためのそういうコーチングだったりとか、もう社長、なんだろう、年収あの1億円から5億円以内の,その地方の社長だけに絞るだったりとか、なんかそういう、なんだろう、結構まだまだターゲット切れると思うんですね、コーチングにおいては。うんうん、そういったのはあり,ありかもしれないですよね。うん そうですねまあ、一応ち、ちなみに補足していくと、あのハネルーに登録してる紅茶、はい、みんな素晴らしいので、あのはいはいはい、ご利用いただければなと思うんです。だからちょっとクレジットカードも話もろい、はい、白いなと思ってて、で6万人に配って、うんうん、で加盟店増やすときに、うん、なんか別に6万人が使ってくれるっていうのは別に使わないで、ただ持ってるっていうだけで、なんかこう、うん、多分、ね、期待値がこう勝手に上がるというか。 でもこう、うでね、クレジットカードが会社からすると別に使うって言ってないよねみたいなこう話にもできると思いますし、なんか営業のなんかしやすさというか、うん、なんかそこもなんかこう戦略的にうまいなみたいなとこはなんか聞いてて思いましし、ね。ですよね、これうまいですよね。あともう一つ近い例でうまいのが、これもまあネットワーク効果の一つなんですけど、クーポンですね。クーポンもやっぱり本当に50年とか60年前ぐらいなんかコカ・コーラのやつが最初にやったのかな。これは当時はあれじゃないですか。あの やっぱ面を抑える、この小売りで大事なのはスーパーに並べてもらう必要があるわけですよ、うんうん、その面を抑えるみたいな、よく棚を抑えるとかって言うと思うんですけど、やっぱりそれも,もうその当時の新聞の中にこのクーポンを全部入れ込んで、でうん、例えばね、それも10万人とかの配布、クーポン配布するじゃないですか、でその後にも店舗に行って、うん、今、この商品のクーポン持ってるのを10万人に配ってるみたいな。これから多分 クーポン引き換えに来るだろうから、ちゃんと棚に僕たちの商品をあるようにしておいてね、みたいなような感じの店舗にもう声かけるわけでも、そしたらもう、後ででクーポン引き換えに来る人たちが来るのはもう容易に想像ができるわけで、じゃあちょっと棚の面積を増やそうだったりとか、でそのクーポンで、ついでに他の商品ももちろん買うじゃないですか。だからやっぱり そういう人たちを、あのー、迎えるためにしっかり商品陳列を補充しておこうみたいなような感じになって最初はなんていうんでしょう競合、うん、に負けていたような商品だったんですけれどももう棚をひっくり返して一気にあのメインシェア取ったみたいなような、うん、まあちょっとこれはあのー、小売りのなんかもう B&G とかなんかそういうユニリーバーとかのなんかやり方とかに近いかもしれないんですけれどもうん、うん、そういうあのまあ 羽で成長を買うみたいなようなちょっと、あのー、項目もあってですね、まあ、それもクーポンもありだよね、みたいな話もしてましたね。うん、いや、でもまさ、あ、に、うん、ですね。はい。そうでは、ね、このなんかもあれですかね、はい、なんか営業しやすさみたいなところなんですかね。 そういうわけではないいやいや、まあ、今のはまあ一つの事例で、やっぱり、まああのー、事例で、やっぱり一番のポイントは、やっぱアトミックネットワークをどう作っていくかっていうところと、あともう一つですね、もう一つ重要なのが、うん、今回、なんかまだまだ結構話があるので、ちょっと掛け合わせていきたいんですけど、うん、あとはハードサイドのユーザーを獲得するのが、やっぱり一番の王道パターンです。ハードサイドっていうのは、やっぱりこのハードサイド、イージーサイド、まあ、つまり、例えばメルカリでいうと、やっぱ商品、販売してくれる人、エアビーでいうと、うんうん 物件を掲載してくれる人、Uber でいうとドライバーさんだったり、デリバリーをしてくれるような人たち、やっぱりそういう人がもう本当にめちゃくちゃあの重要です。まあ、例えば、レディットだったり、掲示板サイトとかでいうと、100いたら1%のユーザーがもう自分たちでグループを立ち上げてあのアクティブにある人、で10%のユーザーがその立ち上げたグループでまあコメントとかリプライとかをしてくれるような人、残り90% あー違う残り89%が、まあ、ただ見てるだけの人たちみたいな感じとか、あとウィキペディアあるじゃないですか、うん、ウィキペディアも何億人が使って見ているようなサービスだと思うんですけれども、これをあのなんて月に400回以上編集するもうコアの、あのー、編集者のユーザーっていうのは4000人しかいないんですよね。点全体の0.02%以下の人たちで、うんあの、ウィキペディアのなんて言うんでしょう。 あれがな成り立っているもう本当に、何で,でしょう、めちゃくちゃその、それこそ YouTube もそうじゃないですか、YouTube、ィックとかも、うん、一部のインフルエンサーの道に人がめちゃくちゃ集まっているわけで、やっぱりいかにそういうあの良質なコンテンツをサプライしてくれるようなあのユーザーを集めていくかみたいなようなところがあの、まあ、めちゃくちゃ重要ですし、めちゃくちゃ難しいっていう話ですね。うん、やっぱそういういい人たちをいかに もう最初の段階で、まあ、巻き込むかっていったところで、その人たちが抱えている課題だったり、その人たちにとってのベネフィットだったりっていうのをいかにしっかりデザインして、あのー、届けることができるかみたいなようなところが重要ですよねっていったところで、まあ、それめちゃくちゃ正直難しい部分。基本的にはほとんどのもう99%のスタートアップはもうそこで、ね、あのハードサイドのユーザー見つけられず。 見つけたとしても、さっきのアトミックネットワークの再現性を持たせられず、やっぱり、入っていく、あの、なんて言うんでしょうね、衰退していくわけす。それこそ僕が昔作っていたトレバリっていうアプリも、あの、なんて言うんでしょう、その動画版の楽天トラベルみたいなところを試行していたもので、やっぱりその動画を投稿してくれるようなユーザーをどう集めていくかみたいなところが課題で、やっぱりそこは最初、インスタグラムでカフェとか、 なんか、映えるような、まあ、ホテルもそうですけど、映えるような投稿していたインスタグラマーさんを、まずはあのハードサイドのユーザーとして定義して、まあ、インスタをガチって、まあ、そこで DM をして、このアプリにも投稿してください。そしたら、フォロワーの多いこのトレバリのインスタ、30万フォロワーのインスタで、あなたたちの動画を紹介してあげますよ。だからこのアプリで動画を投稿してくださいみたいなようなと思う。本当に 届きまくってで、なんとかその動画数とかを増やして、ユーザー数を増やしていったみたいなところではあったんですけれども、やっぱりもうインセンティブがトレバリのアプリにあったんじゃなくて、インスタの中で目立ちたい、フォロワーの多いところに紹介してもらえるから、トレバリに投稿するみたいなようなインセンティブ、モチベーションだったので、やっぱりなかなかアプリに定着させることができなかったなっていうような課題感とかもあったりしますね。で、あとはやっぱり今の話あった通り、その、 やっぱり一番、まあ、当たり前ですけど、重要なのはそのプロダクトの,あのクオリティみたいなようなところ、やっぱり Zoom もめちゃくちゃシンプルなユーザー体験で、このクオリティの会話ができるっていったところだったりとか、そういったあとはまあ、これで言うと、この筆者のアンドリー・チェンって人はあのクラブハウスとかサブスタックの、ね、投資、あのアンドリー・セン・ホロビッツのジェネラルパートナーでクラブハウスとかを担当していたみたいなんですけれども、うん、やっぱりそこの話してくれる人たち、 の、あのー、なんて言うんですよ、あのー、リスナーを登壇させることができる仕組みじゃないですか、クラブハウスで。で、そういうような機能みたいなところで、話しての人たちの、あのー、なんか、マジックモメントみたいなところを作れた、うん、みたいなところは、あったみたいですね。まあ、なので、やっぱりこのハードサイドのユーザーをどう獲得していくか、みたいなところは、まあ、それぞれのサービスによって、 あれが違うのでもちろん性質が違うのでこれといった回答はあのー、ないんですけれども動機が違うのでないんですけれどもやっぱりねちょっとプロダクトの何、うん、んでんでしょうクオリティにこだわるっていったところが回答になるのかなあとは世の中が変わるタイミングプラットフォームのシフトまさに今の Web3 もゼロベースになっていて、うん、もあらゆる Web3 プロジェクトがコールドスタート問題に今直面しているわけです、うん、やっぱりだからこそ今僕も、あのー、このタイミングを逃さないぞと いろいろやってるわけなんですけれども、やっぱりスマホが登場したタイミング、カメラが登場したタイミング、位置情報のタイミングで、やっぱりインスタとか TikTok とか、位置情報でフォースクエアとかウーバーとかが出てきているわけで、やっぱりなんかそういうプラットフォームのシフトのタイミング、世の中の、あのー、規制の変化のタイミングで、なんかそういうロ一の、なんかハードサイドのユーザーを獲得しやすいってのはまあ,あるのかなってのは思いますね。よねうんそこら辺の獲得うん。 むずい、むずいですね。<laughs> なんか、<laughs> ここが、でも、ここが簡単だったら、あれじゃないですか。もう、世の中、まあね、はい、はい、はいいですか。そうですよね、そうっすよね。だからこそね、みんな試行錯誤しているわけですけれども、<laughs> それで言うと、なんていうんでしょうね、やっぱり、ここで紹介、結構なページ数をされて紹介していたのが、ハードサイドの獲得のやり方で言って、プロダクトでやったのはあの、Tinder ですね。 Tinder はやっぱり、うんあのー、めちゃくちゃ儲かってるんですよ。Tinder、あのゲームを除いて、ず、うん、っと1位なんですよね。このアプリの売り上げランキングで。うんうん、で、あのー、出会い系ってめちゃくちゃ難しいんですよ。やっぱり1回マッチングして付き合っちゃうとやめるんですよね。で、あとはやっぱり従来のユーザーっていうのは、なんていうんでしょう、ハードサイドは圧倒的に女性なわけですよ。うん、が出る前の、あのー そういういい出会いアプリってもう女性にめちゃくちゃメッセージが来て、でもそれフィルタリングできないみたいなような課題があったんですけど、Tinder、うんうん、っていうのはもう女性にとってあの楽なやっぱりプロダクトになっているわけで、聴け、うん、てるって思った人、もう本当に Tinder、あのー、なんていうんでしょうね、だんもうな何十倍もやっぱり女性に対してのライクが来るわけで、もう本当に女性って多分右スワイプしたら基本的にマッチングするわけですよ。 うんうん、でだからもう本当にいいと思った人しか右スワイプしない。で、右スワイプしたら基本マッチングする。で、マッチングしたとしてもメッセージがいけてなければすぐマッチ解除してあのなかったことにできるみたいなような形で、うん、やっぱりその女性の、あのー、なんてでしょう、使いやすさみたいなところをすごい意識して作って、あの、いまだにあんなに伸びているようなサービスになっているっていうのはありますね。あともう一つの、うん、の最初の アトミックネットワークの作り方、わ,わかりますちょっと前のなんてエピソードでも話した覚えがあるんですけれども、覚えてます ?Tinder ってあれど、同性愛者でしたっけ最初って。違いましたっけい,やいや、違いますよ。普通に、あのー、最初から、あれです。異性の出会いです。あれ、なんだっけなんか話しましたよね。あのー、うん、ありましたよね。なんかうそういうそうそう、そそううちょっと前にありましたね。いや、Tinder もすごくてですね、うん、アトミックネットワークの作り方が。 と、大学でしたっけまあ、ですです。あと、正解です。で、パーティーやって、パーティーに参加したかったら、えー、Tinder のアプリをインストールしてることが条件。みたいなようなのを、もう一つの大学に絞って、あのー、パーティーを企画して、で、そこ,こでやっぱり行けてる人たち、可愛い子たちとかが集まって、で、このパーティーにあの来てた人と、あのはな、話せなかったけど、この Tinder 使えば、もうみんなやってるっていうのが分かるので、Tinder、うん、をスワイプしていけば、 このパーティーにいた気になってた子にマッチングできるかもしれないだったり出会えるかもしれないっていうところでパーティーに参加した人たちが次の日もずっとティンダを使い、あのー、続けたみたいなところですね。で、それがワーク一つの大学のパーティーでワークしたので、じゃあ隣の大学、隣の大学っていったところでやり続けたみたいなような形で。でその Tinder を最初作った人たちはあのー、初めての企業だったわけですよ。シリアルアンドプレーナーとかではなくてで、Tinder はやっぱりあんだけ成功したのは、さっき言ったプロダクトの女性に優しいプロダクトだったっていうのもそうなんですけども、それ以上にこのオペレーション力、このマーケティング力、この足を使った、この現場を抑えに行った、うん、あのやり方で勝ったプロダクトになってますね。もうまさにこれも小さい大学の中でのネットワークを作って横展開をしていった。うん っていうリアルを抑えてかったってのはありますね。まあ、あと、それで言うと、やっぱり、あの、アンドリュー・チェーンさんは、ウーバーの、あの、グロース担当の方だったので、でね、でウーバーも同じですよね。あれも、やっぱり街ごとの、うん、で、出会い系もあれじゃないですか。うん、で、僕使って、アメリカ人、ニューヨークに住んでる人とマッチしても、ね、こ、うん、の会えないわけで、無理ゲーなんで、うん、あれもやっぱり場所に依存しちゃうサービスなんで、うん、なかなかグロースが難しいんですよね。このインターネットらしい、その、圧倒的なスケールがやっぱりしづらいサービス。 にもかかわらずあんだけやっぱり成功していて、やっぱり Uber もやっぱそれと同じで、やっぱり本当に最初はそのサンフランシスコで,で、あれも最初はハードサイドはあれだったんですよ。あの、リムジンサービスだったので、自分たちで運転手を雇って、その車が迎えに行くっていうサービスだったんですけれども、まあ途中から、そのサイドカーっていったところが最初、その一般のお客さんをドライバーにしちゃえばいいじゃん。もともとなんかホモビルっていう、それこそ LGBT のためのコミュニケーションのための、なんかうんうん、うん 相乗りサービスみたいなものがあったみたいで、うんうん、サムライシスコのそれを真似してサイドカーをやってで、サイドカーの真似をして Uber があのサービスを作ったみたいな感じなんですけれども、やっぱり、何て言うんでしょう、その街ごとの開拓めっちゃ大変だったみたいですね。もうお金ばらまきまくって、それこそあの成長を金で買うっていうような話になるんですけれども、やっぱりお金をうん、うん、でドライバーになってくれたらあの、招待した人にもあなたにも5000円あげますよ、みたいな。今も UberEats あるじゃないですか、そういう。 使ったら、それこそ DD とかもやってますけれども、うん、やっぱりあれをずもうお金の戦いになって、中国とかあの東南アジアとかではグラブとか、DD、うん、とかにもう、ささばばばまきまっせんで負けて、もう何千億って本当に投下したけど、もう無理で、うん、あの、競合に売ったりとかもしてやったりみたいで、やっぱそういう、ね、成長を金で買うみたいなやり方の最初の立ち上げっていうのもあるのかなと。うん、やっぱりその項目なんて、暗号資産もそうですよね。やっぱりその暗号資産も、うん なんて言うんでしょう、そこの投資をした、みんなが使っていけば自分にリターンが来るみたいなような形で、うん、やっぱりそこに対してお金を突っ込めば突っ込むほど成長していくような分野っていうのも一つ言えると思うので、のお金でスケールをしていくっていうような仕組みにも言えるのかなっていうところかな。うんうん、もう一つ有名なところで言うと、うんうん、ツールで誘ってネットワークで引き止める <laughs> って言ったのもめちゃくちゃ、うん。 有名な事例で。なんか、それ聞いて、なんかイメージするのはありますツールで誘ってネットワークで引き止めるっていうのが。つまり、あれです。あの、ね、クーポンとはまた違う感じですかそうです、そうです、そうです。例えば、一人でもあの有効な機能だけれども、2人以上の人たちが揃うとめちゃくちゃ便利になるみたいな。まあまあまあ、例えば、一番わかりやすいのがやっぱりインスタですよね。 うんうん、インスタの事例、それこそインスタって面白いですよ。あのインスタが出る前に、ヒ、あのー、<ん>プスマティックっていう写真加工アプリがあったんですよ。僕もなんか昔覚えてるんですけれども、これも本当に、あのー、何千万ユーザーっていたみたいで、うん、iPhone が、Apple が選ぶベストアプリとかにも選ばれていたような写真加工アプリなんですね。うん、そういうレトロな写真、まあ、さにインスタグラムのような、ちょっと、あのーうん、エモい写真。 に加工ができるようなアプリがめちゃくちゃ流行ってたんですけれども、うん、インスタグラムはそれにソーシャル機能っていうのを加えて、もう今のポジションに行ってもヒプスマティックっていうのはもう誰も使ってないようなサービスになってますけれども、うん、つまりこの機能だけでもめちゃくちゃ、あのー、なんて言うんでしょう、使えるわけですよ、単体だけでも。うん、SNS 機能がなくても、だけど SNS があることによって、こんだけグロースしたとか、あと GitHub もそうですよね。GitHub ってもともとこのソースコードのバージョン管理の サービスですけれども、うん、も今はでプロジェクトでそれぞれの、あのー、しプルリクエストを受けてそれをレビューしてとか、うん、それを取り込んでっていうような、うん、複数のコラボレーションのための開発者のためのコラボレーションネットワークになってますし、うん、とかあと Google ドライブも一人でもあの、ね、スプレッドシートとかドライブ使いますけど、うん、やっぱり共有機能が強力で、で同時に、うん、フィグマもそうですよねあの、コラボで編集できたりするわけじゃないですか。うん あとはまあ、まあ、ピンタレストとかもみんなでそのボードを共有していろんな画像のムードボードを全員でみんなで作っていくとかそういうなんて一つでも使えるようなシングルユースケースを提供してそれでユーザーに定着してもらいつつまた他のユーザーとの連携機能っていうのを提供していく、まあ、あとゲームの対戦モードですね最初はコンピューターと戦うけど他のプレイヤーと戦った方が楽しいしみたいなところとかもあるで、ね、なんかそういう結構有名ですねツールで ユーザーを誘ってネットワークで引き止める。うんそこも一つのハードサイドのユーザーを、あのー、集めていくためのポイントなのかなってのはありますね。そうですよ、なんかそう応用できそうじゃないでき,できないですかね、ハレル,ハレルの方で。なんかマッチング機能は今あるから、そ,のそれがツールってなったときに、うん、あとはその交流ってことですよね。 もしくは<の>そうです、ね、もしくは一人でもなんてで,でしょうあのそれこそ AI にカウンセリングしてもらえるとか分かんないですけど <laughs> 面白いですねうんうんとかとか分かんないですけどそういうなんだろう、うん、日記機能だったりとかあそうですね日記機能とかはやろうとは思ってましたねうんうん、うん、だからそこにね その家庭とかを見て、はい、コーチングの人がやるだったり、まあ、あとはグループでのカウンセリングだったりとかも、面白そうですうん,、うん、うんうんうん。えー、とかはやっぱりありましたね。あとは、そこら辺の,あの伸ばしていく戦略で言うと、もう一個やっぱり重要なのが、フリーンストーン戦略っていうものがあって、もうこれはもう何かっていうと、倫理力でやるってことですね。つまり、裏では機械がやってるように見えて、実際にあの他のユーザーがやってるように見て、実際人がやる。例えば、 有名な例でメルカリも初期は中の人たちが売ってたんですよ、全部。うんうん、そのダミーアカウントで、その商品売って,売ってたりとか買、買われてたつまりメルカリがやっぱりすごかったのが、僕も当時覚えてるんですけど、フリルとか、他のサービスもあった <laughs> メルカリが伸びた理由っていうのは、うん、出品したら売れるんですよ。マジですごいなと思っていて、それで、じゃあ、もう一回やろうってなったんですけど、やっぱ運営がみんな買ってたみたいですね。あれは、うん 運営が勝って、で運営が勝ったらまた売るんですよ、それを自分たちで。だからそこまでの、なんだろうな、コストにはならないというか。うん、だからやっぱり最初のこの、ああいったフリマアプリとかのマジックモーメント、アハモーメントって売れることじゃないですか。うん,、うんう,んうん、うんうん。出品者としては。うんうん、なのでやっぱそこを、あのハードサイドの一番のアハモーメント、出しても売れないっていうところをもう人力で解決していた。 みたいなところ面白いですよね。うん、あと、レディットっていう、まあ今、アメリカ、日本では流行ってないですけど、まあアメリカでもうめちゃくちゃ、デイリーアクティブユーザー5000万人ぐらいで、めちゃくちゃでかい掲示板サイトがあるんですけど、あれももう最初の1年間とかは、運営の人たちがもう全部あのスレッドを当てていた。自分たちで全部コメント、うん、もう本当に何百何千っていうダミアカウントを作って、あったかもアクティブなように自分たちでやっていた。みたいなような。うん のもありますそれこそ分かりやすい例が、あの任天堂とかでわかります ?Nintendo64 とか僕覚えてますけど、ねうんうん、任天堂スイッチとか出すときって、必ず最初にマリオとかゼルダとかスマブラを同時に出すじゃないですか。自分たちのタイトルを。うんうん、やっぱりそれもね、あのー、最初の,このコンソール買ってもらわないといけないわけで、コンソール買ってもらうには中身がないとい。 コンソール買う意味ないじゃないですか。カセ,カセットというか、あれがないと。で、そのキラータイトルっていうのは、やっぱり自分たちで作って、コンソールを買ってもらう、みたいなような感じの戦略にしているわけで、やっぱり、あの、なんて言うんでしょう。対象はもう完全人力でやりながら、うんうん、中でハイブリッド、人力と機械のハイブリッドでなって、であ最後は全自動になってスケールをしていく、みたいなような流れが、やっぱりあの理想だったりもするので、やっぱりね、その、 インスタとかもやっぱり伸びたのは、やっぱ投稿したらいいねが来るっていったところがやっぱりすごくてあの、インスタ伸びたんですけど、これもね、僕の中で、あのー、なんかそういうのが公言されてたわけじゃないですけど、そのいいねもね、も本当になんか意図的にというか、もしかしたら機械でやってたのか、な、うんだろう、スタッフでやってたのかですけど、最初にやっぱりあの採用したのもコミュニティマネージャーっていうのは有名な話なんですけれども、うん、やっぱりそういうユーザーの ハードユーサイドのユーザーに対してのマジックモーメントをやっぱり意図的に作りに行ってたのかなっていうのは感じますよね。うん、うこれって結構、あれですよね、グレーゾーンを攻めるか攻めないかの、攻めてる人たちって感じですよね。今日はでももう,もうスタートアップはもうそうしないと、一番難しい01はもうそうでもしないとっていう話ですよね。それこそめちゃくちゃ面白かったのが、うん、あれですよ、なんだっけ。あのー ドアダッシュっていう、まあ、ウーバーイツみたいなものですね。うん、それも、まさにグレーなのが、契約してない店舗のあれ載せて、ここで注文されるじゃないですか。注文されたら、自分たちで買いに行って、自分たちがあの <laughs> 普通に買って、それで配達するみたいなような感じのことをやってたみたいで、うん、でそれが一定数注文が来たら、うん、ほら、あなたたちの,あの店舗にこんな、うん、毎月こんだけ注文来てるんですよ。うん、じゃあ、僕たちに仮盟しませんかっていうのは、口説ける文句になるわけじゃないですか。めちゃくちゃ頭いいなって。 思ったりもしましたし、やっぱりもうそういうゼイチで実績がないので、もう実績をもう、もう半ば、そのフェイクな情報でも、くりに行く。で、それで本物にする。で、あのー、それやりすぎて、波状しているようなサービスもあるので、あんま大きなこと言えないですけどね、うん、フェイクイット、アンテルメイクイットみたいな、本当にそれが実現するまでは、フェイクでいようみたいなようなこともいる、うん、名言もあるわけで、なかなかね。<laughs> もうもうバレたら、たバレたら謝る <laughs>、ね。謝る逆にそれって、<laughs> あの大手企業にはできないんですよ。そういうグレーなことは。上場している企業とかは絶対できないんで、コンプライアンス的に。もう本当に少人数のスタートアップだからこそ、やれる技なのかなっていうのは。それこそ、まあ、あのこの本にも書いてあった、今言ったじゃないですか、そういう、あとは招待制の機能もいいですよって言ってました。それは省きますけれども。うんうん うん、招待性がいいのはユーザーのコピーペーストができるっていうのはマジで名言だなと思っていて、それやっぱネットワークの質と密度が大事っていう話だと思うんですけれども、うん、例えばリンクトインはプロフェッショナル SNS だと思うんですけれども、あそこにね学生だったりとか、そういう主婦とかが入ってこられても困るわけですよ、あのリンクトインの SNS の中に。うんうん、やっぱりリンクトイン最初招待機能だったのはビジネスマン。 が招待するのはビジネスマンなわけで同じ。で、そういった同じ、ちゃんとあのセグメント切られたような質の高いネットワークがあったから、ね、リンクトンに伸びたわけで、うん、やっぱりそれは招待制っていう機能を取ることによって、同じ属性のユーザーをたくさん集められた。っていったのは、うん、やっぱり非常に最初の立ち上げとしては、まあ、ネットワークの質を高くしていく。まあね、Facebook もね、もともと招待制で同じ大学の人しか使えなかったわけで、でドロップボックスとかも。 あの招待をしたら自分の容量が増えるみたいなようなのであの鬼バズりしたわけでうんそういう招待性っていうのもありますねっていう中言いつつここの中で最後のポイントががむしゃらにやろうみたいなこと一番大事ですね <laughs> ちょっとこだけなんかラフやんみたいなやっぱりウーバーの,、うん、の,あのカルチャーがやっぱそうなんですよねもう本当にもう 何でもやろうぜみたいな感じのノリで、それこそもうアイスクリームとかを配ってたりとかもしたりするわけで、もうがむしゃらにやりすぎて、あのトラビス・カラニアックは首クになってますけれども、あの人ももうグレーゾーンゴリゴリに行くぞみたいな感じの人たちだったりするので、っていうのとこはあります。で、がむしゃらにやって、それがうまくいったものをシステム化するだったりとかもありますし、あとはやっぱり初期の顧客、そのハードサイドのユーザーっていうのをコンサルティングしていくみたいなような形。 それも有名なワードですけど、ポール・グレアム、Y ・コンビネーターのポール・グレアムがスケールしないことをしようみたいなようなことが名言があって、全然スケールしないやり方ですけれども、本当にそのハードサイドのユーザーと向き合うことによって、本質的なインサイトが得られたりとか、再現性を出していくための、その、何て言うんトリガーが得られたりとかをするわけで、うん、だからそういう、本当にもう、あのー、なんだろう、技術力っていうか、もうオペレーション力、気合いみたいなようなところが、重要な部分も結構、うん そこは応盛にしてあるのかなっていうのを感じましたね。うん、なるほど。はい。ここだと、だから最初の段階だと、なんか、変に頭で価値なるか、うん、まずはもう動いて動いて動いてみたいないや、まさにまさに。でも本当そうですよ。感じで、いける人が、なんかもう、結構<や>してるイメージありますよね。いやまあ本当そうですよ。なんかもうね、これ言ったらもともとないですけど、もう情熱だったり、熱量だったり、この分野に対して、 どれだけもう無限に試作をやるかどうかみたいなようなところですよね。もうぶっちゃけ10個の試作やって1個当たればいいぐらいで基本失敗するわけですよ。あらゆる試作っていうのは。やっぱりそこをモチベーション高く続けられるかどうかといったところはやっぱりもうファウンダー経営陣の気合でしかないのかなっていうのもあるので。うん、で、その手数が多くなると、ねあのー、当たりのポツポツ出てくるわけで。でその当たったっ ポツポツ当たったものをもう一回やっていくみたいなところの繰り返しでしか半分運に近い部分もあるのでやっぱりそのオジチュニティをどう最大化していくかっていうのはもうバッターボックスに立つ数を多くするしかないそれにできるのかなっていうのもありますよね、うん、はい、うん、ですねはいところですいませんちょっと次なんですけどもちょっと結構時間経っちゃいますけどまだまだ中塚さん大丈夫ですかあ僕は大丈夫ですはい、い,いですかあはい はい、ちょっとですねまだいくつかあって、でですねで今の話はですねその転換期、どうやっていくかみたいなところで、本当にこのコールドスタート問題ってあの伸ばしていく方法、で次がですね天井が来たらどうしていくかみたいなところ、ある程度、ネットワーク効果が生まれて伸びてきたときにじゃあどう展開していくかっていう話なんですけれども、これもいくつかあって、ですね例えばもう本当にネットワークが飽和していく、市場が飽和していくってなると、やっぱそこからまた 頭一つ抜けるのめちゃくちゃ難しいわけですよ。今もそれこそ Facebook とかが、うん、あの、もういけてないよね、みたいなのはもう世界,世界的な、うん、もう日本だったらもう数年前からもうおっさんの SNS だよねってなってるわけで、グローバルでもそうなってるわけで、うん、やっぱりもうなかなかあれだけの規模でももう Facebook っていけてないっていう雰囲気になったら、うん、もう一気に逆回転始める。そこで m i x i がそうじゃないですか、うん、もう離れて、一回離れると、うん あのこのサービスの利便性が下がって、利便性が下がるとまた離れて、で、また離れると利便性が下がってっていう、う本当に伸びるときはフィードバック、性のフィードバックサイクルは入りますけど、逆、うん、の速度もものすごい速くなっていって、もう一気に誰もいない、あれを使ってるのはダサいよね、みたいな雰囲気にやっぱりなるっていったところは、このネットワーク効果の非常に危険な面でもあって、うん、でフェイスブックが減り始めたときはあの、うん、マイスペースっていうサービスがありましたけども、それも一気にもユーザーが誰もいなくなったりとか。 うん、するわけでやっぱり非常にあの日本だったらまミクシーがそうだったわけで厳しい部分があって、でやっぱりだからこそフェイスブックがんとか生き延びていうのもインスタグラムていう全く別のものを買収したり、WhatsApp を買収したりとかして、もうこの新しいそのネットワークをもう自ら作りに行く、買いに行く、だったら新しい市場を全く別軸で獲得しに行くみたいな,ようなやり方をしない限りは、なかなかその天井の突破はできない。 ところは、うん、やはりこの本に書いてあって、めちゃくちゃ難しいって言ってましたね。例えば、市場の飽和的なところで言うと、eBay ってもともとあのオークションサイト、日本だったら、っ日本でいうヤフオクみたいなようなものですね。オークションサイトだったんですけど、やっぱそれも、なんていうんでしょう、あのー、天井になってきたと。で、どうやってそれを開拓していったかっていうと、オークションサイトからもうメルカリみたいな、固定価格でも買えるようにしたみたいなような。 うんあれですね、戦略にとってあの伸びていったとか、あとは eBay の決済で使われてたのが PayPal で、PayPal を買収して、PayPal はもう eBay の今何倍もの市場規模になっているようなプロダクトになっているんですけれども、やっぱり、あのー、違う、やっぱ自分たちのネットワークの中で使われているまた別のネットワークをあの買いに行ったとか、そこだけ切り出してまた別のプロダクトにしていったとかっていうような形で、やっぱり一つ大きなネットワークになっていくと、やっぱりそこの中でまた 小さ,い小さいネットワークみたいなところの熱量の高いところを見出して、まあ、そこを育てていくみたいな,ようなやり方っていうのがこの天井が来たときに取るべき戦略みたいなことは言ってましたね。Twitch っていうサービスわかりますあもう一度いいですか ?Twitch っていうサービスって知ってますか、ね、あ分かんないです、ね。分かんないですかね。これもすごいサービスであの、Amazon が買収したゲームの配信プラットフォームですね。ゲーマーのための,この配信プラットフォームなんですけれども、やっぱりこれももともと 全方位で、ジャスティン TV ってい,う,あのなんていう,んう配信サービスがあってですね、リアルタイム配信サービス。で、そこでもすまあまあ数百万ユーザーいて伸びてたんですけど、ちょっとこの成長じゃあ俺は嫌だって言って、そこで一番熱量の高かったらゲームっていうカテゴリーだけに特化したような配信サービスをやったら、もう何千万ユーザーってなって、6千億円以上でアマゾンが買収しているたりもするんですけれども、やっぱりもうそういうふうなあのー隣接ネットワークを開拓していったり、新しい使い方を増やしていく。で、まあ、 競合買収、競合というか、まあ、類似サービスを買収して市場を積み増していくだったりとか、やっぱりなんかそういうふうな展開を、まあ、していかないと、やっぱり、あのー、すぐ、なんていうんですか、誘っていく、崩壊していくみたいな形ですね。うん、やっぱり増えていくと、さっき言った、そのユーザーの一瞬のニーズをしっかり解決してあげるからこそ、あとネットワークが生まれるよって話しましたけれども、うんうん、ネットワークが大きくなっていくと、コンテキストの崩壊が起きる。 何て言う、ね、んてでしょう、それこそ、何て言うんでしょう、コンテキストの方が何て,て言えばいいのかな、それこそ、Facebook とか分かりやすい例ですよね。そういう、ね、若い世代が学校の話をしたい場所ではできない場所じゃないですか。その学校のコンテキスト、クラスとの食べるような場所にはもうなってないわけです、Facebook っていうのは。うんうん、あれのコンテキストはもう本当に、もう親もおじいちゃんも見ているような場所でのパブリックな自分っていうコンテキスト。 で、インスタグラムがそうだったけども、インスタグラムでさえももう今は、なんて言うんでしょう、あのー、なんて言うんでしょうね、もう映えのためのコンテキストになっていて、うんうん、入るような写真を投稿しなきゃいけてないみたいな雰囲気になってきて、うん、で、まあ、より密な会話をしたかったら、もう WhatsApp とかスナップチャットとかでやっていくだったり、やっぱりスナップチャット WhatsApp、What インスタグラム、ティック TikTok って、それぞれコンテキストがやっぱり違うわけで、うんうん、それがどん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 多く、 なっていくと、やっぱその中でのなんか、ユースケースがどん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 ずれてきたりとかして、私にはここ合わないなってなって、ユーザーがどん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 離れていく。スパムとかもどん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 増えていくとか、今もインスタもめちゃくちゃ広告出るわけじゃないですか。それこそもう、ひどいですよね。もうインスタ開いたら、一発目の最初の写真が広告になってたりするわけですよああ、なってます、なってます。でもすよね。あれはエグいなと思いましたね。とか、ストーリーもなんか、2連チャンで必ず広告が入るじゃないですか。 あれももうなんかユーザー体験としてはめちゃくちゃ悪いわけでやっぱりもうそれをで離れていくみたいなところはありましたよねやっぱりもうネットワーク内のネットワークみたいなようなところがまあ一つ、うん、あの解決策の一つとしては挙げられてたりとかあとはもう一つ言うと YouTube がうまあくやってるのがやっぱりこのあれですよねアルゴリズムを最適化していてやっぱり一番し なんだろう人気の動画を見せるような仕組みっていうのがまあまあうまく働いて、まあ、TikTok もそうですよね。やっぱり最初は、あれは YouTube が最初スタートしたときは、もうそういう視聴者のことは考えて、ハードサイドのことを考えていて、どう配信者を獲得していくかみたいなノリだったの、またはもう本当に新着順で出していたり、再生回数が多い順とかの、そういうノリでグローバル統一で出してたんですけど、もう今は当たり前ですけど、日本だったら日本の出し分け。 でただ単に人気順、最新順だけじゃなくて、その人の興味、関心に応じて、全員のトップページが違うと思うんですけれども、やっぱりそういうアルゴリズムによって、その過密化している、いろんなコンテンツが出ている、それこそ EC もそうですよね、メルカリとかヤフオクとかも、そこは相当頑張ってると思うんですけど、ちゃんとユーザーのアルゴリズムによって最適なものを出して、ちゃんと自分のコンテキストを維持できているような、と思わせるような、まあ、プラットフォームになっているといったところはあるのかなと。だからこそ あれなんですよ勝てるものがどんどん勝つ状態になっていくっていうのは一つあるのかなと思っていて、んでなんていうんでしょう、YouTube からしたら、そういった人に対して、例えば僕がヒップホップ好きだとして、誰もあの知らないようなラッパーのアーティストは僕にリコメンドしないわけで、だったらね、なめだるまとか、そういうあのキャンディータウンだったりとか。<laughs> ブルー,ハーブ,ブルーハーブとか、僕ブルーハーブ好きなんでとか、うん、まあゾーンとか。だからやっぱそういった、あの、ある程度の人気のものをレコメンドしてくるわけで、うん、つまりもう、なんていうんでしょう、もともと高評価がたくさんついてるようなもの、視聴回数が多いものを出すんですよね、YouTube でも絶対に。なのでもう、そこに対してどんどんまた高評価が集まって、そしてもっともっと露出がされていく。だからこそこのヒカキンだったりとか、はじめしゃちょーがもう永遠の。 走ってるわけですよも誰もあそこは勝てないんですよね。このフィードバックサイクルというか、レコメンドをせざる運命になっていくので、だからやっぱりある程度、あのーなんだろう、ネットワーク効果が働いてきたプラットフォームっていうのは、このステータスの流動性が低い状態、もうつまり新規参入がもうできない状態になっていくっていうのは、もう、あのー、定められた運命みたいな,なところはあります。だからこそ新規プラットフォームが来たら、もうそこで。 つまり、ステータスの流動性が高い場所、まだユーザーがいない場所で戦うみたいなのがありますよね。だから分かりやすい例が言うと、ちょっと前の回でも話したのファーキャスターっていう Web3 の Twitter、Web3、うん、の SNS みたいなのがありましたけど、もう Twitter だったら、あのビタリック・ペテリンでも何百万フォロワーいるんですけど、この新しい Web3 の SNS だったら2000フォロワーぐらいしかいないわけですよ。もう他の、つまり僕ですらそういう 超イケてるツイッターだったらもう何十万フォロワーいるような人が僕をフォローしてくれるんですよね、そのサービスの中だったら。うん、もう僕みたいな、そのなんだ何もなしえてない人でも、このスタートしたばっかりのプラットフォームでガンガン発信をしていけば、もしかしたらあのトップ1%のフォロワー数を獲得できるかもしれないわけで,で、そこのコミュニケーション、ツイッターだったら見向きもしてくれなかった人が、こういう新しい コミュニケーションで、きるんですよねでそこの影響力を、影響力というかコミュニケーションを持って、またツイッターでその影響力高い人たちとコミュニケーションをして、で、なんか、やばい人なの、この人、みたいな感じのなんか雰囲気を作れるというか、その新しい場所でっていうのもあったりするので。かしクラブハウスがまさにそうでしてよね。はい、なんかこう、次の YouTube だ <laughs> みたいなこうところで、みんなどんどんこう、招待して、招待してみたいな、そこがありましたね。ね クラブハウスで喋ったことをツイッターでこの人と喋っれたみたいな、と僕も乙武さんと喋った時はやりました。<laughs> あ確かに確かに。家入りさんとかでも喋ってましたよね。確かに。イエリあはい、そうですね。うそうですね。はい、いやー、まさにです。あ,<ー>あれ、確かにあの、クラブハウスがあんだけバズったのも、やっぱり YouTube、TikTok、インスタではもう勝てないけど、クラブハウスだったらまだワンチャン勝てるというかトップティアになれるっていうインセンティブがやっぱりあんだけみんながチちってたっていうのはありますよね。 小千春とか、あのーああのー、ロンハーの人とか、田村淳さんとかね、淳さんとかも来たりもしましたからね。うん、いやいや、まさにですね、だからもう、このアービトラージいかに取るか、やっぱり最初出てきたプラットフォームで、いかにあのー、最初の、なんでしょう、出てるポジションを取るかっていうのは、うん、結構重要なのかなっていうのはありますよね。 Web3 の中にも結構著名人の方を入れて、そこでちょっとコミュニケーションというか、うん、ネットワークをこう作れるっていうところは結構肝だったりするんですか、ね。Web3 の中にも著名人入れてっていうのは、例えば、Web3 のサービスの中になんか著名人入れて、ちょっとコミュニケーションを取って、一気にバズらせるというか。うん だからこそその NFT とかはもうジャスティン・ビーバーとかエミネムとかああスヌープ・ドッグとかを、ね、もう本当にもうそれこそお金払ってるかもしれないし巻き込んで NFT やったりとか、うん、その人用のそれアーティファクトっていう NFT がやっぱりバズったのもクリプトパンクス っていうもともと有名だった人のためにカスタムのスニーカーをわざわざ作って送ってあげたりとかしてるんですよ。うん、そしたらそのクリプトパンクスホルダーの人たちはアーティファクトからこんなスニーカー僕のクリプトパンクスのデザインに合わせたスニーカーを作ってくれたすげえって絶対こんなのシェアするじゃないですかもらったら。やっぱりそれでその最初の、あのー、ハードサイドのユーザーというかインフルエンサーを巻き込んだみたいなところはありますよね。だからやっぱりまだまだホールドスタート問題だらけの ウェブ3領域なので、この従来ながらのェブツ2領域でのインフルエンサーをいかに獲得していくかみたいなところは、うん、みんなやってますよね。でも正直、ちょっとやっぱりそれをやると、さっき言ったように質の悪いユーザーが集まるので、密度だったりとか、同じ属性だったりとか、あのー、アトミックネットワークみたいなようなものは作りづらいので、僕は正直あの、アンチというか否定派ですね。やっぱりあ アントミックネットワークを隣接していく、まあ、それにつけるのかなとは正直思いますね。うん。うんうんうん。はい。ありがとうございます。はい、はい。でですね、ちょっともう少し、もうそろそろ、あれ、あと最後10分ぐらいなんですけれども、そうですね、そこで言うと、最後のトピックが参入障壁みたいなようなトピックがありまして、じゃあ、このゴールドスタート問題解決して、転換期で伸ばしていって、で、まあ、転、あの、転、 天井が来て、あ、天井が来て、で、なんていうんでしょう、あのー、そこをどう維持していくか、みたいなようなところなんですけれども、そこで言うとですね、うんうんと、まあやっぱり、ここに書いて、あの、この本に書いてあったのは、やっぱり、機能は、やっぱりもう参入障壁にはならないと。でも、正直、あの、なんていうんでしょう、デリバリー系のアプリとか、もう全部同じ機能じゃないですか、ああいうの。うん、で、それこそ、 なんでしょうエアビーとかもありましたけど、エアビーあった時に、あるウィムドゥっていうものがヨーロッパにできてて、全くも丸パクリのサービス。ーヨーロッパにあのロケットスタートっていうスタートアップがあって、それアメリカで伸びたサービスを丸パクリしてあの展開していくような、あのーうん、兄弟がいてですね、そのロケットスタートアップってやっ、うん、あって、まあ、ちょっと話し出れますけど、うん、やっぱりそこがあったんですけれども、やっぱり、 本当に質の低いような、あのー、宿泊しかなくてで、ウーバーはやっぱり質が高いところにフォーカスしていて、結構まあウーバーが買ったみたいなところもありますけど、全く同じ機能で、でお金もめちゃくちゃかけて、そのウィムドゥっていうのはヨーロッパで立ち上げたんですけれども、資金調達ももう10倍ぐらいの規模でそっちの方があったにもかかわらず、やっぱり負けたっていうのは、やっぱりその本当に丁寧にそのなんかハードサイドのユーザー、宿泊場所を提供してくるユーザーをやったっていうところで、まあ、やっぱ やっぱりそういう、なんていうんでしょう。あの、ネットワークの大きさではなく、まあ、質と、まあ、密度が重要ですよね、みたいなようなところがあって。じゃあ、なんていうんでしょう。あのー、ちょっとまあ、参入障壁って話じゃないかな。じゃどうやって、なんて言うんでしょうね、そのゼロ一のところを、この参入障壁を持っているような人たちに対して、何て言うんでしょう、勝っていくのか、みたいなようなところ、一つ、まあ、これも参考になるなちょっと最初に話せばよかったですかね。最初の、この、なんて言うんでしょう、アトミックネットワークを作っていく際の、 攻略の方法として、チェリーピッキングっていう言葉があって、僕も初めてあの、その概念はもちろん知ったんですけど、そういう言葉で言うんだったのがあって、面白いなと思ったのが、もうでっかいネットワークを持っているところの一部を切り出して、自分たちの、何でしょう、サービスにするみたいなようなイメージですね。例えば、この AIB はあの、クレイグスリストっていうのがあ,のあって、メモもあるんですけど、あれってもう本当にグローバルの掲示板なんですよね。ここで人材紹介もやってるし、不動産売買もやってるし、そういう宿泊の。 あのー、アセンもやってるし、本当に何でもありの掲示板なんですけれども、そこの一部の機能を切り取って、エアビー、B、が誕生した、そこの一部を切り取って、その不動産のジローっていうサービスが誕生した、その出会いを切り取って、Tinder、うん、が、あのーうん、やった、一部を切り取って、まあ、メルカリみたいなようなサービス、ポッシュマークとかいろいろあるんですけど、販売したみたいな感じで、あとは、まあ、レリットっていうのも、やっぱりでっかい掲示板だったりするんですけど、まあ、レリットの本当に めちゃくちゃ熱狂的なあの会話をしているような人たちを切り取って、例えば株の話をしている人たちを切り取ってレ、レディオロビンフンドっていうサービスが出たりとか、やっぱりそういう大きなネットワークの中の熱量の高いネットワークだけをもうキッキングしていくというか、より質の高いあの状態に持っていくみたいなようなものがあって、まあ、そういうふうなやり方を展開していくことによって、何でしょう。 勝ててるる可能性はあるよねねみたいな話してます、ね、それこそ今僕別プロジェクトでやっているのがあの植物版のメルカリみたいなようなサービスを作っていたりとかして,てやっぱりメルカリとか、あのー、ヤフオクとかインスタとかでやっぱり開墾植物っていうやっぱり非常に高価な植物がめちゃくちゃ売買されてるんですよねですけどやっぱりそこに特化したようなあのマーケットプレイスがなかったりとかしていて、まあ、そこの植物版みたいなところはあのー、どうだろうみたいな感じでなんか一つ。 やって進めているものもあったりしますね。っていうのは、まあまあまあ、あのー、パチスとしてはありなのかなっていうところはありますね。で、Airb も昔、自分たちのアプリをサービス上で掲載されたら、自動的にクレイグスリストに掲載されるような API をハックして、あのー、やっていたりとかして、あと Facebook とか LinkedIn も、わかりますなんかメールを取り込む機能ってあるじゃないですか、ああいう SNS って。 つまり連絡先を取り込んでなんか一斉に招待メールを送るだったりとか簡単に誘えるだったりとかああいうあのメールのプロトコルをハックしてその一気にその招待メールを送れるような機能だったりでその Facebook のまたつながりを生かしてこのジンガっていうゲームアプリがゲームサービスが昔あったんですけれども Facebook API を使ってなんかもう通知を 僕が使ったら、僕のつながっているフレンド全員にそのゲームの正体を Facebook 上で送るようなサービスとか、結構2012年、13年とかが、もうそういうスパムの通知ばっかりだったんですけれども、なんかそういう風な形でグロースしていくみたいなのは、もう結構ありますよね。でもやっぱり遮断されますので、クレグリスシステムをもすぐ遮断しましたし、Facebook API も今そういう形では絶対使えないですし、なんかそういうプラット、巨人の方に乗って成長していくみたいな,ような戦略っていうのもあるけれども、まあ、 すぐに遮断される可能性があるから気をつけましょうねっていう話とかですかね。うんうん、で、あと展開するにあたっての、あれですけれども、あの、ビッグバン型の戦略はいけてないみたいな、Google プラスって SNS 昔あったの分かりますああ、覚えてます、覚えてます。<laughs> あれってありましたじゃないですか。Google がね、Facebook に勝つぞというところで。うん、あって、やっぱりあれ、すぐ失敗してるわけで、やっぱあれも、 グーグルっていうね、も,うものすごいユーザー基盤とブランドとお金と知名度のあるところが一斉になん、なんでしょう、ユーザーを増やしにいたじゃないですか。やっぱりあれも浅く広く、SNS サービスであれにも関わらず浅く広くビッグバン型にレスリリースというか公開したわけで、やっぱりそれで定着しなかった。やっぱりそうではなくて、もう本当に Facebook は逆にフェ大学ごとからいったように。 やっぱり小さい市場がやっぱりセクシーなのかなっていうところはやっぱりありますよねっていうところかなはいで, <laughs> であと最後に一つこれもめちゃくちゃ面白いんでちょっとお話したいんですけどバンドル戦略その強いプレイヤーが勝つもう一つの戦略もう一つというか唯一の戦略としてバンドル戦略ってのがあってねアンバンドル化なのかバンドル化なのかみたいなところを結構 最近のそれこそオフトピックとかでもよく語られているところなんですけれども、やっぱりマイクロソフト、いまだにめちゃくちゃ強いサービスだと思うんですけど、やっぱりあれもバンドル化で買ってきたようなサービスですね。OS っていったところから入っていって、で、OS の中にいろいろなあのねオフィス製品、マイクロ、エクセル、ワード、パワーポイント、チームスとか、今だってもスラックの競合になるようなものだったり、ノーションの競合になるようなものだったりも、どん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 ,どん 同じサブスクの課金でいろんなサービスが使えるようになって、他を使わなくても、ちょっと機能は落ちるけれども、同じ金額で使えるんだったら、もうマイクロソフトでいいよね、みたいなような感じで、やっぱり競合を寄せ付けない。もう、単体としてはスラックが勝ってたかもですけれども、Teams の方がやっぱり圧倒的にユーザーが多いっていったところは、やっぱりそういったところで、やっぱりマイクロソフトが勝った戦略もめちゃくちゃ面白くて、やっぱりあれなんですよね、最初あれって、ちょっと前のエピソードでも話したと思うんですけれども、あれ最初、IBM の パソコンに OS をライセンスして、あのー、提供したわけですよ。その権利っていうのを IBM に渡さず自分たちで権利を持っていて、そのライセンスフィーとして IBM から1台当たりいくらっていうので最初立ち上がった会社なんですけれども、うん、IBM がもうその時圧倒的な覇者で、その裏方、IBM のためにカスタム、わざわざいろいろカスタマイズして提供したんですよね。 でそれと同じくいろんなパソコンメーカーに対して IBM の実績を含み、あなたたちにもこの OS をカスタマイズして提供していきますよってなって、うん、マイクロソフトの基盤となるような OS は同じにしていろんなパソコンメーカー、当時はソフトウェアよりもこのハードウェアが価値があると思われていて、うん、でもソフトウェア領域から入り込んでいて、いてけばどの PC にも全部マイクロソフトが入ってる状態みたいな感じになって、の OS の。 基盤を作りつつでもう一個めちゃくちゃこれすごいなと思ったのが、OS があって、その上にアプリケーション乗らなきゃいけないわけですよね。その今だってエクセルとかバープとかありますけどで、やっぱり開発者のエコシステムをマイクロソフトはめちゃくちゃお金かけて作ったっていうのも面白いなと思っていて、ビジュアルベーシックとかビジュアルスタジオみたいな、マイクロソフトの,ーま、の Windows で動くようなアプリケーションを簡単に作れるようなツールがあったりもするんですけど、やっぱそういった開発者にもなも まあ、あのお金をめちゃくちゃ払って、やっぱりアプリケーションの開発を促進させたみたいでして、で今はね、YouTube とか TikTok とか Snapchat とかクリエイターにめっちゃお金配って、ああいう動画クリエイターを囲い込んでるわけですよ。まあ、もう本当に同じようなことをマイクロソフトは当時やって、今の盤石な地位になってるなっていうところはありますよね。うんまあ、もちろん失敗しているような、あのー、バンドル戦略もありますけど、ねあの、それこそブラウザも IE デファクトでしたけど、今、クロームの方が使われてたりもしますし、やっぱどうしても複雑化してしまうみたいなようなところは、あの課題としてはあるんですけれども、でもやっぱり、あのー、当時、しょね、そのブラウザー戦略もすごくて、当時、ネットスケープ、モザイクっていったところがめちゃくちゃシェア取ってたんですけれども、IE、あのインターネットエクスプローラー、全然いけてないねってなってたんですけど、やっぱりそういういろんなアプリケーション 開発者の人たちに、そのアプリケーションの中で起動するブラウザをインターネットプローラーにしてくださいみたいな感じで、もうめちゃくちゃ交渉したみたいで、で、あのー、IOL ですね。まあなんね IOL って、ちょっと、なんて言うんでしょう。なんて言えばいいのかな。まあ一つのサービスプロバイダーのところの,あのブラウザー、 お結構競合関係にあったらしいんですけど、めちゃくちゃなんかお金払って、I、インターネットエクスプローラーが、なんかデフォルトで立ち上がるようにするような契約を結んだみたいで、それによって、モザイクのユーザーが圧倒的に多かったんですけれども、そのブラウザに対応する、なんていう,うウェブサイトとか作るには、結構な、なんていうんでしょうね、あのー、なんていうんでしょう、企画に対応されているインターネットエクスプローラーの企画にも合わせなきゃいけないってなって、モザイクだけが開発者を囲い込む。 っていうようよよなな戦略を取れなくしたんですよ、ね、いろんなところ、横の連携をしていて、うん、それによって、デベロッパーっていうのは、モザイクとあのインターネットスプローラー、同時に合わせるような、あのー、サービスを作らざるを得ないような状況になっていて、うん、で気づけば、もう、マイクロソフトが全部の、あのー、ブラウザのシェアを取っていた。まあ、今はね、クロームとかにちょっともう負けてますけれども、うん、当時、まあ、90年代の半ばぐらいの話ですけれども、まあ、なんかそういうハードサイドのユーザーを、ま、巻き込むみたいなようなところの、 マイクロソフトのなんかスーパープレイを見て、ちょっとすごいなと思ったような。はい。はい。と、うん、いうところかな。<laughs> はい。ちょっと何かめちゃくちゃ長くなりましたね。すみません。結構最高に長くなったんじゃないかな、これ。はい。だったんですけれども、すみません。ちょっと、こういう形ですかね、まあ。ネットワークエフェクト、ネットワーク効果の攻略方法みたいなところが少しはちょっと感じられたんじゃないかなと思います。うん、ちょっと、今、長くお話し,していただきましたが、まあ、Web3 の こうめたに、まあまま、そうですね、そうですね、それこそやっぱりこのアトミックネットやっぱ結構ぶち上げてなんかやるみたいなような感じが多いのかなと思っていて、それこそクリプト系のプロジェクトってなんかツイッターとか見るとフォロワーなんかめっちゃ多いですよ、なんか謎に。 めちゃくちゃ多くて、これもなんかね、そういうフォロワー集められるようなサービスとかもあるので、なんかそういったところでやっぱり多く見せているみたいなもの。やっぱりクリプトプロジェクトたくさんありすぎるので、投資家とかもそのフォロワー数でしかあの見れないんですよね。その、なんていうんでしょう、評価っていうのが。うん、中身とか一個一個見てらんないので、それが一つの,あのシグナルになってるからこそ、そういうフェイクユーザーみたいなところをなんか集めたりとか、ブランディングであの雰囲気出したりとか。 あるんですけれどもやっぱりすみません、歴史が証明している通り、そういう雰囲気だけというか、見せかけだけの,そのネットワークだったり、ユーザー基盤っていうのは、まあ、すぐ、なんて言うでしょう、化けの皮がはぐれるなっていう、先ほどの AIB と w i m d o もそうですし、うん、い,いろいろありますけど、うん、なので、やっぱりね、本当にこの、なんて言うんでしょう、全然目立たない、全然バズってない、全然旗から見たら、なんだ、これ動いてんの、このプロジェクトって、これ、 プロジェクトなんかおもちゃみたいじゃんって思われるかもしれないですけど、さっき言った、その特定のユースケース、一瞬のニーズをしっかり答えていくような、あのー、機能っていうのが、やっぱり重要なのかなっていうのは思いましたね。それに関して、まだまだやっぱり課題感の多い領域だったりもしますし、一方で、まあ、ネットワーク効果が効きやすいような領域でも、まあ、なんてかってやっぱソフトウェアベースのものだったりもするので、なので、やっぱりね、その、 なんていうでしょう。特定のユースケース。やっぱり今、連盟機なので、大きいマーケット、大きいあのユーザーボリュームを取りに、バーンとぶち上げるみたいなようなところが結構多かったりするのではなくて、やっぱりもう本当に具体的なペルソナを定めて、ターゲットを定めて、愚直に、あのー、顧客と向き合うっていうのが改めて大事なのかなっていうのは感じましたね。あとは Web2 のその成功事例みたいなところはいろいろ生かせるポイントなので、うん、ん結構やっぱ若い あのー、人たちが多かったりするんですけれども、やっぱりね、僕とか、この、なんだろう、Web2 領域からやってたりもするわけで、こういったところもしっかり活かせるような部分も、自分の経験上もあったりもするので、しっかりなんか、歴史と、うん、歴史からの学びを活かしながら、進んでいきたいなと思いましたね。はい。ありがとうございます。ぜひはい、これをあきんども ててですね。はい。はい、ちょっと一緒に、はい。中津子さんも頑張っていきましょう。お互い。はい。頑張っていきましょう。はい、はい。で,では、今回はこんなところですかね。今回もご拝聴いただきありがとうございました。今回のお話も、ポドキャストの YouTube でもご覧いただけますので、そっちらもチェックやフォローいただけると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。